本日紹介するのはファッションモデルのアンジェラ・メイさん。生年月日は1997年4月29日生まれ、身長が172センチ、埼玉県出身です。アンジェラ・メイさんは埼玉県出身、01ファミリア所属。父親が日本人で母親がフィリピン人のハーフです。二千十七年にリアディゾンの再来。 または、黒船再来というキャッチコピーでグラビアデビュー。ただし、アメリカ合衆国出身のギゾンと違って、アンジェラは埼玉県で生まれ育ったため、海外から来日して、ムーブメントを巻き起こした人物という意味での黒船には該当しない。8月には、日本テレビ、今夜比べてみましたにおいて、広瀬すずさんが注目する美女として、 アンジェラさんが紹介され、注目を浴びた。2018年には、モデルデビューも果たしている、東京ガールズコレクションなどの、ファッションショーに10頭身、ハーフモデルとして出演する。また、2018年10月22日、富山の、魚応援ガールにも、就任した。2018年11月発売の、ヤングジャンプゴールドでは、 同じゼロイチファミリア所属の6名で YJ ドリームガールズを結成し掲載された2020年仮面ライダーセイバーの仮面ライダーサーベラ役で史上波のテレビドラマに初出演を果たしました今後アンジェラ・メイさんが活躍されるよう応援していきたいですねご視聴ありがとうございましたこのチャンネルではグラビア モデル、アイドルなどを紹介しています。よろしければ、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。